炊飯器でビッグシューマイを作ります。長ネギ1/2本、玉ねぎ1/4個、しいたけ2枚、生姜1かけ、にんにく1かけ、20回ほどブンブン引っ張ります。豚ひき肉 200g に卵2/2個、酒小さじ2、醤油小さじ2、ごま油小さじ2、片栗粉大さじ1、ブンブンした具材を入れよくこねます。炊飯釜にクッキングシートを引き、シューマイの皮を敷き詰めます。種を入れ、グリーンピースをのせ、通常通り炊飯したら完成です。